令和の虎、その思いを金に変えろ。すみません、これさっき株式会社一不動産代表寺田隆、関東拠点に不動産事業を展開。物件購入からデザイン、リノベーション、販売まで自社で行い、こだわりの住宅作りを実現する。5年で売上は10倍、グループ売上は20億円超え。一期一会を重んじる不動産の虎参戦。千載一遇の出会いが志願者を新しい未来へと導く。すみません、これさっき三浦会長の方で、大体年間の利益1億円まで持ってくる5年後にっていう話があったと思うんですが、5年後に1億円の、利益を作るためには売上でいうとどれぐらいになるんですか？大体5億円ぐらいを売り上げれば、経常利益で1億円ぐらい出るような予定になっています。あ、なるほど。そうすると、キャビアって8年育てて、はい、キャビアになるって書いてあるんですけど、はい、5年後に、例えばそれだけの売り上げを作るの、5億ぐらいの売り上げを作るためには今その3歳ぐらいのキャビアが何匹ぐらいいることになるんですかね？約1000匹いればいけるような気がします。そんなもんなんですね、逆に、はい、そうするとこれ今もともと被災状況っていうところに、山菜魚が1500匹、はい、亡くなってしまったというふうに書いてあるんですが、はいはい、そうすると当初の計画通りで考えると要はそれ以上にいくぐらいの計画だったってことなんでしょうかね？そうですね、この中から多少そういう被災で減ってしまっても大丈夫なぐらいの状態で考えているような状態でした。なるほど。あ、途中で普通にこの台風じゃなくても普通になくなってしまう魚も要は出てくるってことなんですね。だいたいですね、100匹いたら1匹、はい、年に1匹いな死んでしまうかどうかぐらいの。そんなに少ないんですね。はい。あ、なるほど。分かる。そしたらその、5億円ぐらいっていうのは逆に言うと今この尾数っていうんでしょうかね、はい、見るとそんなに難しくない数に見えますよね、そうやって考えると、はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます。1匹からどれぐらい取れるんでしたっけ、キャビアって？これさっきの映像 何倍分取れるんですか、あれ何個分？さっきのが 20g なんですけど、はい、大体1匹から、1キロから 1.5キロ、8歳の時に取れるような状態になります。で平均すると大体 1.3 キロぐらい取れるので、20グラムの時に、65便。ああ、だから50万いきますね、そうですよね。あれ1便いくらなんですか？1万円になります。1万円、そうか。全部ちゃんとつけて65万。65万なの。すごいね。しかもあれじゃないですか、その魚の本体の部分も再利用するんですよね、フィッシュバーガーみたいなので。はい、それもまた売り上げになるわけですもんね。まだフィッシュバーガーの話をここではしてなかったので、はい、あれかもしれないですけど。そうなんですけど、そう。だからそれはするんですか、フィッシュバーガーで。その白身の方を、要はハンバーガーのフィッシュバーガーってあるじゃないですか。あれの、はい、パテみたいなやつにするんですよね。はいはい、っていうのも、なんかもう一つの収益が出るポイントだと思うんですけど。ちょっと説明させていただきますと、チョウザメって魚肉がかなり問題になる魚でした。というのが、どうしても魚卵の方が値段が高くで売れてしまうので、魚肉を捨ててしまってもいいっていう業者がたくさんいるっていうのが現状なんですね。僕はどうしてもその魚肉を捨てたくなくて、でどうにか食べる方法はないかっていうのでいろんな研究をして、自分でたくさん食べてっていうことをしてきたんですけども、その中でですね、フライにして、でフィッシュバーガーの形ですね、マクドナルドでいうとフィレオフィッシュみたいな形のものを作ると脂身が多い魚なのですごい美味しくなることが分かったんですね。そうなんだ、はい、それを作っていったらこれバーガーにして売っていったらかなり売れるんじゃないかということもありまして、今その商品開発っていうのを進めている状態です。どうしても気になっちゃうのがやっぱり台風というか自然災害のところで、1年間に日本に多分台風って25から30ぐらい多分1年間に来るんですよね。でさっき5年間で5倍にしますと、利益も5倍にしますみたいな話だったんですけど、それってなんか実はちょっとこうもしかしたら甘い見立てなのかなとも思うんですよね。そのさっきじゃあ屋内の施設を作るのに10億桁2桁億の、ね、お金がかかってしまいますと、はい、でもね、起こってしまったことを今更後悔してもしょうがないんですけど、本当にあれは台風14号のあの
対策っていうのは何もできなかったのかなって思いもあり、じゃあ5年後にですね、その営業利益で1億出しますと、そのぐらいの利益幅出たら確かにいいなと思うんですけど、何言いたいかというと、やっぱりビジネス、そのアクセルとブレーキといいますか、麹間推しという言葉やっぱり大事だと思うんですよね。今年よく売れてたと、もしかしたら何かすることができたんじゃないか、対策として。じゃあこれから5年後、もしかしたらお金がかかるかもしれないけど、初期投資たくさんかかるかもしれないけど、10年後を考えた時には利益率を減らしてでもやっぱり何かこう対策、例えば場所を変えるような養殖場を作ったりとか、全滅しない対策を作るとい う, こう防御策みたいなものを、いいビジネスだと思うんですよ。でもやっぱりこの自然災害の怖さっていうのは日本はどこに住んでてもあり得るので、あのそこはその利益率と、まあ、どういうふうにこう見てるのかなっていうのを今一度ちょっとお聞きしたいんですよね。まあ、やはり私としてもあの対策っていうのはこれからより強固な池を作っていく必要もありますし、先ほどもちょっと言ったんですけども、池を分散させる必要っていうのがかなりあるなというのを痛感しました。で、まあ、その中で池を分散させたいっていうのはもともとずっとやっぱり考えてた部分でして、やはり一箇所に全部をまとめるのはかなりリスクがあるというところで、ちょっと実は他の自治体さん、今まではシーバソンっていうところに池を作るっていう形でやってたんですけども、他の自治体さんのところに、まあ、作る形を取ろうとしてまして、その際に自治体と協力して池を作っていくっていう計画を今立てております。実際に今ちょっとまだこれ公表するとまずいので P を入れていただきたいんですけども、そこの土地の買収までもう済んでいるような状態になっております。そこでチョウザメ約、まあ、3000匹から4000匹飼えるような池っていうのを作って、新たにやっていく中でから、その設備の半額ですね、約4000万円の計画の2000万円出していただくような形で話がもう進んでいるような状態になっています。そこをプロトタイプとして成功事例とできましたら、まあ、他の自治体にも同じように売り込みをかけることによって、まあ、いろんな自治体でチョウザメの養殖池っていうのを作っていけるんじゃないかというふうに考えて今活動してます。まあ、高澤社長の、ね、意見も分かるんですけど、今回まあ被害に遭って、来年のためにその蓋をするとか分散をするっていう、もう対策を練られてますので、まあ、そこはもうそれで良しとした方がいいと思うんですよね。僕はそのもちろん理想論としてはもう全部死なないような対策が、素晴らしい屋内の施設ができたらいいですけど、現実的にそれは多分無理だと思いますので、今回僕は一番最初のその質問をさせていただいたのも、そこでもし何もプランがないですと、とりあえず投資してまた買って台風が来ないことを祈りますでしたら、それはちょっと僕は甘いと思うんですよ、ビジネスとして。ただ失敗したね、その被害に遭ったことから学んで今とりあえず一歩動き出してる、でまたこれがまた2年後3年後もまた同じ被害に遭って、でもその時にまた学んで蓋だけでは足りないから今度何とかしようというので、少しずつ3歩進んで2歩下がるじゃないですけど、それでいいと思いますので、そんなにいきなり全部が全部1回の被害で回復するというのはちょっと、まあ、そうですね。株式会社アドヨス代表高澤祐樹、イスラエルの大学院で学んだ後、広告業を主軸にビジネス展開、一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つ。モットーは責任ある自由人、誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす。その要は自然災害に対する認識って本当にこう、要は全滅しちゃうかもしれないようなこう危機というか、そこをどうやって避けていくのかっていうのは、やっぱり投資を、ね、こう考えていく中で、それがビジネス自体がなくなってしまうっていうこの危険性ってどうしてもやっぱり多いと思うんですよね。しかもこの一次産業なので、場所をすぐに変えますとか、なんだろうな、じゃあコンピューターだったらデータをどこにかに違うところに保存しますみたいな形で、割とそのね、早めに対策ができるんですけど、こういうその一次産業っていうのは一番最初からしっかりと座組を組んで考えをこう計画を立てて、行わないと、ビジネスが大きくなった時に
その、 大半がなくなってしまった方がやっぱりダメージは大きいので、まあ、僕としての、 見方っていうのは売り上げを上げそして利益率を高めるっていうのもその通りなんですけど、でもそこでどうやってビジネスを死なさないか、その殺さないかっていうところを割と見ちゃうんで、やっぱり今までも何かできなかったのかなっていうのは思ってしまう方なんですよね。ちょっとそれはもう多分理想論ですよ。僕もそのお茶抹茶ですので、農産物を取り扱ってますから、同じように被害に遭うことがあるんですね。それのリスクヘッジとしてやっぱり同じような考え方で産地を分散させてます。仕入れを一箇所にしないという、九州から仕入れたり愛知から仕入れたり京都から仕入れたりというそういう分散はでも時間がやっぱりかかります。そのデータのようにコンピュータービジネスで IT ビジネスで簡単にデータすぐできればもうそれは理想論なんですけど、もう実際その農業ですとかこういった飼育養殖っていうのは時間かかりますので、もうそれは時間かかりますしリスクもありますけど、もうそういうビジネスですのでもうやっていくしかない。ただでもやっぱりこれ8年かかると思うと、やっぱり高田さんが言うように結構対策しないと、8年って長いじゃないですか。それこそさっきの話じゃないけど温暖化して台風がどん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 、それこそ異常気象があるのに、そこをやっぱり8年を先を見るとやっぱり高田さんにちょっともうちょっと考えた方がいいのかなとか確かに思うかなと思います。どうしても災害がないとは言い切れない。でどんな災害が起こるっていうのもやっぱり予想はできないっていうのが、まあ、今回の台風で余計に感じました。今回他の稚魚を買うじゃないですか、3歳と4歳の、はい、その買って他の方から仕入れて残り育てるのと自分で一から育てるのとやっぱり利益率だいぶ変わっちゃいますか？かなり変わります。もしそこがね、もう少しもっとそのパートナーを増やして提携をもっと関係を、強めてですね、そういった協力会社といいますか、鈴木さんだけで育てるんじゃなくて他の方々も場所が違うわけですよね。そこから仕入れて多少確かに利益が減っちゃうかもしれないですけど、リスクヘッジとしてはすごくいい考えかなというふうに思いますので、そういうことも含めて、はい、いろいろやっていけば、まあ、時間はかかりますけど、まあ、逆にそしたらそのちっちゃいところだけ違うところで育ててもらって大きいのだけ育てるっていうわけにはいかないんですか？例えばその今ある池いくつかあるとすれば、その今だとちっちゃいのから大きいのまで育ててる形ですよね、はい、ちっちゃいのだけは違うところからに育ててもらって、はい、変なし5歳とか いつからこう何て言うんでしょう、味が変わらなくなるか分からないですけど5歳とか6歳ぐらいからの魚だけを育てるっていうふうにしたら何て言うんでしょう、少しリスクが減るのかなって気がするんですが、やはり他の養殖業者さんも5歳とか6歳になるともうすぐ卵が出る。なるほど。いや、なるほど。高い値段じゃないと売りたがらないというところがありまして。そうなんだろうね。なんかさっき高澤さんがおっしゃったことって、僕は5億売り上げてそのうち1億の利益が出る、これでねエグジットするって言ってる彼の意見に対して、いやそれはそうでいいんだろうけども、それよりもこの1億をもっと長期的に考えて未然に防ぐようなものに使ったらどうっていうふうに多分高澤さんは考えてるんだっていうことだと思うんですよね。そこってなんかもう考え方ですよ。どういうふうに最終的にゴールを持っていくかで、要は設備投資で何十億かかるってなったら実際、じゃあ M&A して大きな資本あるところにやってもらった方がいいと思うんですよ。それも乗り切ってで長く長期的にもう20年30年って永続してやっていくんだったらずっと、ね、投資しながら大きくしていくってあるんですけど、でもやっぱりそっちの長期間が長い方がリスクが高いと僕思ってるんですよ。でこういうビジネスであればもちろんなんか作ってきたんで、ね、ゼロから作ってきたんで手放すのは辛いと思うんですけど、でもこのビジネスをずっと、永続的に やるためには M&A をした方が僕はいいと思ってるんですよ。でないと数十億の設備投資はできないですよ。言ってもまだ鈴木さんっていろんな話してますけどキャビア国って1年ですもんね、まだ、はい、1年目でそんなところのフェーズにはいけないじゃないですか。まだシードというかね、まだ座組してる状態なんで。でもやっぱりその最終的な災害のリスクって考えたら全滅することもあるんで、だったら大きな資本のところに売ってずっとそのサービスをやってもらえるっていうことの方が結果的には合理的かと思ってるんですよね。自分で全てやっていくのは相当難しいし、数十億のお金を作っていくのは難しいんで、なんでまあどっちを選ぶかだと思ってて、今回は5年後に
イグジットを考える、まあ、5年が6年7年になるか分からないですけど、どっかでイグジットするっていう考えでやるんであれば、それまでどうやってつないでいくか、いろんなことを、多分小さな災害とかね、いろんなこと起きますけどね、それをどうやってリカバリーするかということを考えながら5年間やっていけばいいのかなとは思ってますね。あんまり大きな投資を入れると、それの回収フェーズに持っていくのは相当難しいかなっていう考えではあるんで、まあ、どちらかを選ぶだと思ってます。まあ、今回被災して、やめようと思ったことはないですか、この後。はい、やっぱりやめようと思ったっていうこともあるんですけども、今回かなり魚が死んでしまって、もうちょっとやめようというよりも続けられないかなっていうふうに考えたこともありました。もうほとんど全滅している池とかを見たときに、まあ、正直ちょっと心が折れそうになったタイミングもありました。でもチョウザメって、僕ってもともと田舎生まれで田舎育ちで、なのであんまり田舎が好きじゃなかったんですね。関東の方に出てきまして、大学卒業して関東の方で就職して、でそれから、まあ、椎葉の方に戻ったんですけど、やっぱりなかなか田舎が好きじゃないっていうのもあって、居場所がなかったんですね。で、まあ、自分の居場所がない中で、まあ、どうにかこうにか家業のところでチョウザメと出会いまして、それから、まあ、いろんな経験させてもらって、まあ、いろんな出会いをチョウザメにもらって、チョウザメは僕の人生を変えてくれたかなと思ってまして、チョウザメって今年の7月にまたレッドリスト、絶滅危惧種に乗ってしまったんですね。チョウザメは僕の人生を変えてくれたから、僕はチョウザメが絶滅するっていう運命を変えたいなと思ってこのビジネスを始めたので、ちょっとやめられないなっていうのは、まあ、今回の台風ですごい思いました。素晴らしいですよね。やめたいとかやめたくないじゃなくて、やめれないっていうのはすごい僕ね、責任感あるなと思ってます。今の言葉がもうラストステートメントですね。これ以上にまだ言いたいことがあれば、ぜひ鈴木さん、もう一回僕の方から問いますね。ラストステートメントです。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。はい、では、一旦壁側を向きください。では皆様よろしくお願いします。ファイナルジャッジメントタイムです。目指すのはキャビア養殖場の復興。思いをぶつける志願者。トラたちの心を引き寄せる。怒涛の後半戦。盛り上がりを見せるタイガーファンディング。オールオアナッシングを決める。最終決断の時が迫る。思いついたのはすごいですね。リライブシャツというシャツなんですが、ではこれより最終決断に入ってまいります。今のところ整理しますね。平井出さんと高澤さんと三浦さん、そしてトモハッピーから100万円ずつ出てますので400万、ここからスタートします。希望金額は4000万です。では平井さん、777万円で、もう37で、もう本当続けてください。ありがとうございます。じゃあ8束でいいかな。全部で9束ですね。これ入れて、あ、そうか、入れてですね。はい、8束で、はい、8束で、はい、何かコメントはいいですか。もう本当にもうずっと何ですか、やり取りをしてきて、もう本当今まで最強の志願者だと思ってます。本当に応援してます。ありがとうございます。はい、では文社長、はい、僕からは800万円、ありがとうございます、積ませていただきます。これかな。もう本当に LA で食べたい、それが一番です。ありがとうございます。まずはね、しっかり復興していただいて、国内シェアを牛耳っていただいて、その後ぜひ世界にも挑戦してください。ありがとうございます。応援してます。はい、では寺田社長お願いします。はい、500万円で、ありがとうございます。もう思いもすごいですし、本当に優秀な方なんだなと聞いてて思いました。でその人がこう、なんて言うんでしょう、そういった災害で事業がダメになってしまうっていうのは、本当になんか私も嫌な気持ちになってしまうので、それで言うと、なんとか少しでも応援したいと思って500万にさせてもらいました。ありがとうございます。はい、では高澤社長、はい、はい、僕は500万円です。はい。
はい、すみません、はい、多分あのこの中でこの養殖場に行かせていただいたのは僕、はい、だけかなと思うんですね。あの場に行ってそのね、稚魚のそのなんていうんですか、あの 被害が3000匹ぐらいですよね、全部で、はい、でそれを被害数で3000匹っていうのは簡単なんですけど、それを育ててきた鈴木さんが一匹一匹ね、この数えなきゃいけない、あのそういうこともすごく感じるし、その困難さというか、あとこういう厳しい状況でも前見て新しいことを やろうと僕は諦めないと、そういうことを言う鈴木さんに僕はこれからも一緒にいます。ありがとうございます、はい、今のところですが、トモアッピーから100万円電報でいただいてます、平出さんが777万、ふみさんが800万、寺田さんと高澤さんから500万500万で、合計、2677万円まで積み上がってますが、鈴木さんの希望金額は4000万です。残り、1323万円というところまで来てますが、この段階で三浦会長がいくら、投資するおつもりでいらっしゃるのかというところにかかっていると思います。では最後、三浦会長お願いします。はい、はい、1000万です。まあ、何でしょう、届かなかったんですけど、僕は先ね、最初の方に言ったように投資家としてね、今の現状の今のフェーズを見て、出せる金額は1000万だなと思ってるんですけど、はい、あ、ちょっと待ってください、これまず置きますね、はい、ただ僕のこの1000万は結構意味があるなと思ってて、僕の考えではここでは1000万ですけど、まあ、やはりこれからいろんな災害が起きたりとか、これから設備投資していかなきゃいけない部分とかたくさんあると思うんですよ。今3歳の稚魚を買うのに4000万使うって言いますけど、まあそれ以外にも今後かかってくると思うんで、僕は本当に出すからには最後までお付き合いしたいなって、何があってもまた相談していただければ出していきたいなと思ってるんで、今は1000万ですけど、この先もずっと一緒にお付き合いしたいと思ってます。はい、以上です。はい、まあそうは言ってもですね、タイガーファンディング市場で多分最高の金額がこれ集まったんですが、それでも彼の希望金額は4000万ですので、もう一回整理します。いいですか、はい、これ、はい、さすがに ここまで出して、僕も何でしょうね、感情的なところで言ったら全部出しちゃいたいなと思ったんですけど、やっぱり平等に考えて今の事業計画とかリスクもある中だったら1000万だっていうのが僕の投資判断なんですけど、やっぱりこれをゼロにするのもったいないんで、なんかクラファンとかやるって話だったじゃないですか、はい、それで残りの300何万ですよね、いくらでしたっけ、はい、323万です。323万が集まったら僕は全額ここに、まあ、1000万出したいと思うんですけど、それでどうですかね、皆さんの意見、はい、皆さんも当然ちょっとトモアッピーは今いませんので大丈夫です、はい、今すみません、ちょっとバルクキー少し長ましたから、はい、いかがですか、もう大丈夫、ハッピーで、はい、フミさん、もちろん、はい、大丈夫です。寺さん、もちろん応援したいです。高澤さん、もちろんです。じゃあ4人の方皆さん乗っていただいたので、今三浦さんからの提案は、あと323万円足らないので、これキャンプファイヤーやるんでしたっけ、はい、まだ決まってない、まだクラウドファンディングをやる、あ、クラウドファンディング何やるかまだ決まってませんけれども、これから鈴木さんクラウファンをやると、でそのクラファンでこの金額が集まった時に、皆さんも、承認していただいたので、この金額がいただけるっていうことですよ。いただけて、要は、投資していただけるってことですね。これは皆さん、何としても本当に視聴者の方に共感していただいて、ね、皆さんの思いとしては、本当にね、クラファン集まんなくてよかったっていうこととは全く逆の世界で考えていただいてると思うので、鈴木さん、何としても集めないからね、これ。はい、頑張ります。ね。はい。で、そうすれば、これで投資するってことですよね。はい。はい。皆さんご承認いただいてよろしいですか、はい、あ、そっかそっか、でも4000台いかなきゃオールなんないですよね。そうです。あ、じゃあ残り分を僕がそのクラファン行ったら出すっていう、あと370万出すっていうのでオールってことで、あとは4束出します。そうですね。でクラファンが達成すればですね、はい、多分達成するとは思うんで、期待して待ってますんで頑張ります、はい、なかなかでもクラウドファンディングってね、思うようにいかない場合もありますので、
大変だと思うんですよ。まあ、本当に皆さん、ちょっと僕カメラ目線で喋りますけど、視聴者の方ぜひですね、まあ、今日本当にね、鈴木さん涙ながらに語られましたけれども、なんとか皆さんの応援も含めてですね、彼が思う事業を達成させてあげたいというふうに僕も心から思いますので、ぜひ皆さんご協力をお願いしたいと思います。なんとかですね、早い段階で動き始めたいと思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。ということで、今日は条件付きオールですけれども、一旦オールです。おめでとうございますですね。はい、皆さん今日は本当にありがとうございました。なかなか被災してから、まあ、1ヶ月ちょっと経ったんですけど、ちょっと前を向いて頑張っていこうかなと思えるようになってきました。これからもっともっと頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。本当に番組も本当にあなたのことをこれからも追っかけたいと思いますし、みんながこれだけね、社長さんたちが大金ですよ、これ本当に大きなお金なんで、まあ、こういうね、令和の虎のタイガーファンディングで言うと、お金ってなんかこう、小道具のように動いちゃうんだけど、本当に皆さんが汗水垂らして、稼いだお金ですので、大切に大切に使ってください。はい。はい。お疲れ様でした。どうも。ファンディング希望額4000万円。最上級レベルの希望額で挑むタイガーファンディング。その結果は条件付きオールで終幕。台風14号で被災したキャビア養殖場の復興、その願いを叶えるため、志願者鈴木はクラウドファンディングへと挑む。キャビア王国の新しい未来をかけた挑戦。物語の行方は続報を待て。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。実は今日ですね、熊本までわざわざ宮崎から鈴木さんに来ていただいて、僕のホテルの部屋で撮ってるんですよね。はい、はい、本当にこの短い動画のためだけにありがとうございました。いいこと。はい、さあ、今日ですね、お伝えしたいことが2つあります。はい、まず1つ目なんですけれども、虎の公園 EC サイトで、改めてですね、鈴木さんの平家キャビア、これを1週間限定で、さらに200個限定ですね、はい、これで販売をさせていただくことになりました。詳しくはですね、金額と概要欄に貼ってありますので、概要欄から虎の公園 EC サイトに入っていただければ結構かなと思います。はい、それからもう一つありますね、鈴木さん、はい、今回条件付きのオールにさせていただきまして、でその条件としまして、クラウドファンディングをやっていくということで、幕開けさんの方でクラウドファンディングをさせていただきますので、ぜひ皆さん応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、この幕開けのですね、クラファンもですね、概要欄の方に貼っておきます。この配信が、終わった頃にはですね、もうすぐに、クラファンができるようになってるわけですよね。はい、はい、何としてでもですね、これ達成させてあげたいというふうに僕も思ってますので、どうか皆さん、鈴木さんに対する応援を本当に激しくお願いしたいと思います。じゃあ今日この辺で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。